振って集める俺の金、非常によるゲーム実況、ワリオランドシェイク最終回になると思います。やっていきたいと思います。最後シェイキングのとのボス戦、さあ3回目ということでね、さあどこまでいけるか分かりませんが、まあ前回を越すぐらいのあれでいきましょう。でこれなここら辺ですよね。ノーダメージでいかないと掴まれる、危ない、近いんだってば。さあまあ動きは大体読めましたので、でいけます。ここでノーダメージでいければいいんですけどね。よし、これで次の面に行くんでしょうね。 OK です。まあ最初は右からでいいかな、投げるか最初、まあ、パターンは読めてますので。よし OK、 こんな微妙なタイミングね。よしよしよし、よし、はい。くっそ、やばい、やばい、掴まれる。危ない。OK。危ないよ。ふっ！ふっ！よし。危ない。ふっ！くっそ、避けれなかったか。いけ。やばい、掴まれる。ギリギリまで逃げないとダメです。これはよし、やっべ、いや、いい、落ち着け、落ち着くんだ。パターン読めてる、パターン読めてるはずだ。危ない、ギリギリで逃げないとな、叩かれるんですよ。よし、はいはいはい、来い、ダッシュでしょ。よし、あっ、くっそ、やーべえ、ちょっと体力が、はあ、もうやだよ、ここで失敗するな、はあ、ちょっとあのな、つかみ攻撃強すぎるんだよな、 HP 削られまくってんのが。よし、マジっすかー。では次やっていきましょう。これ何回リトライすることになるかわからないので、ちょっともしかしたらダイジェストでやってるかもしれません。ご了承ください。危ないです、危ない、怖いんだよ、怖いよ、確かに疲れた、疲れたらもうしょうがない、次は次は来るまで、これは、よしよし、ピラッとじゃない？ OK、意外と4回目で、危ねえ、よしよしよし、ピラッとでしょ、うっ、やっぱ見てる見てる、 OK、意外と4回目で、危ねえ、よしよしよし、ピラッとでしょ、失敗しない。よしよし、来た。え、まだまだ削れない。いや、ラスト、ラストか、ラスト、え、どこですかラスト。おっと、お姫様のとこまで来ました。意外と4回目で難なく来ましたが、あとちょっと体力が残っている。え、ちょっと待って、今体力全開しなかった。マジか。おー、やだー、くー、こんなの。はい、というわけで次行きます。こんなのねえだろ。もしかしてこっちからならいいけど。はぁ、マジか。
いな、これは。はい、ということでね、多分カットしておりますが、来ました。まあ、言うてハート1個ってね。もうこれやめてくれよ、ほんとに。きついよー。はい、というわけでもう一回やってきます。はぁ、マジかよ、これきついよ。きつすぎるだろ、これ。よし。マジか。オッケー。死ぬ。あぶねー。さあやるか。はい、ということで戻ってきました。5回目か6回目ぐらいですね、これは。さあやっていきましょう。もう鬼畜なんだよな、このコース。引き起こせえだろ。危ねえなぁ。さっきより強いからな。これ3回決めないとダメなパターンですね。お金はいい。まずは倒すことを先決に。これだなぁ。どう避ければいいんだ。一瞬、この止まるときか。くそ、これはきつい。なるほど、パターンは何これ。おい、やばい。あ、これは死なないんだ。なるほど、パターンは読めたけど、きつい。はい、というわけで今回かなり苦戦してますが、今回ね、一旦ここで切りたいと思います。次回ちょっとアイテムをね、取ってやりたいと思います。意外とノーダメは難しいかもしれないのでやっていきたいと思います。今回ご視聴ありがとうございました。次、多分最終回になると思います。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。振って集める俺の金、浮上によるゲーム実況、ワリオランドシェイク、多分最終回やっていきたいと思います。はい、というわけで回復薬を買ってきましたので、 VS シェイキングノーダメで1回目終わって2回目やりたいと思います。ちょっとうまくいくか全然わからないですけど、やっていきましょう。もうこれちょっと厳しいことに気づいたので、もう多分かなりカット対応とかになってるかもしれませんが、まあ、回復薬買ってきたんで、コインほぼないですけど、頑張っていきたいと思います。ミスなく。まあ、気楽に行きましょう。なんで？これきついっすね、ほんと。当たり判定が微妙なんですよね、また。さっさと投げる。これはさっさと巻いた方がいいですね。この火の玉もな。よし、これだ。やばい、この近さですよね。やばい、やっちまった。ハート2つきついよ。ノーダメで行きたかったな。あれ、あいつきついんですよね、本当に。あー、まあいいでしょう。まあここでノーダメだな。これも2回ぶつからないといけないっていうな、この大変さがありますから、ね、向こうに投げる。よーし、
大体のパターンを読めました。無事に成功してすることを祈るだけです。もう次のあれ携帯かな。若干っていうかあれですよね、ほんと攻撃のあれが読めないというかパターンは読めたんですけども、攻撃の種類が多すぎて避けるのに暇がかかるって感じですね。やべ、ミスった。あぶねえ、ギリギリ回避でした。よし、でこれの当たりも3回当たらないといけないんで、そこがきついですね。よし、行きましょう。回復薬2個あるんで、まあ無事クリアできればいいですけど、頑張ります。さあ2面来ました。前回もここまで行ったんですけど、ね、ここから先が全然ということで、さあ最初はね大丈夫、最初は大丈夫。このね、うわーきつ。よし、で最初の3回、ギリセーフ。オッケー、危ねえ、振っとこう。よしよし、でこれですね、ここは大丈夫、ここは大丈夫。よし、でここら辺がアンチ。よし、で炎ですね。あーダメだ、ちょっとこの電気の玉に気がいってしまった。くー、いやでもいけなくはないぞ、いけなくはないぞ。危ない。さあ3回、うわーきついなー、3回、これはきついぞ。でアンチ、電気の弾出してくるのはなきついんですよね。これ回数こなさない、この電気の弾イライラ、イライイライラする。じゃあ危ない。さあ来ました、攻撃チャンス。マジかよ、もう。あの電気の弾のせいで攻撃ができないじゃないですか。でも攻撃パターンは大体読めてるんで、火の弾ね、火の弾には当たらないことを前提とする。そんなことはなかった。くそー、もううざい。くっそ、電気の弾。よし来た、電気の弾どうやって消えんだろう。もうよしよし、半分、この調子でいきましょう。この調子で攻撃パターン変わるんじゃねえぞ。ここらへんアンチ、よし、え、火の玉ね、これいけるかな。さすがに最終回でそんなにミスりたくない。うわー、ザー、避けれんよ、避けれないです。よしよしよし、あと1機あるのはいい。さあこれで勝てる、あと2回ぐらいか。よし、これは来ましたね、勝ったも同然だ。そういう油断禁物ですからあれですけど、まあ
まあパターンは読めたから大丈夫大丈夫大丈夫。で火の玉ね、よしよし、火の玉、電気の玉、うざいよ。いや大丈夫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 なはず。電気の玉うざい。くそー、ああくそー、うざい電気の玉。電気の玉もうやめてくれよ本当に。やばい、イライラが募ってます、すいません。これ何回やり直す、今のは自分のミス、今のは自分のミス、今のは自分のミス。ちょっと待って、これもうやばい、もう電気の玉やめてくれよ。もうどっちかに集中しちゃうとどっちかに偏るんで、あ、オッケー、よし、2回、3回、よし、これで倒したい、よっしゃー、倒した、よかった、ハート回復薬2つ買ってて、これ大変すぎるだろう。はい、ということで、きたー、全クリー、もうこれ大変す、いくわよ、あ、はい、ということで、わーい、いやー、俺が一番喜んでますね、この中で、うわー、嬉しい。はい、ということで、なんとかシェイキングも倒して、無事お姫様を助けることに成功しました。で、ね、ありがとうございます、勇者様ということで。これでユーレトピアに平和が戻りました。はい、ワリオは、そのことよりもこの振ればお金が出るというね、俺が欲しかったんですから。やったぜ、これは嬉しい。いや、いい、お金いっぱい。やべ、満面の笑み。はい、というわけで、スタッフクレジットですね。始まるのかな？はい、というわけでね、今回最終回になんとかなりました。今までね、見てくださった方、ご視聴ありがとうございました。いやー、最初はね、なんか、全クリ、完全クリアをね、初見でやるとか言っておきましたが、全然無理でしたね。ほんと難しかった。多分いろいろ隠しステージとか多分あるんでしょうね。1面ではたまたま手に入りましたが、2面3面では全然やってないので、またそこはね、後々、まあやっとければと思います。まあ、初見だったね、完全初見だったね、本当にクリアできて嬉しかったと思います。もうやっぱり後半はボスが結構手こずりましたね。いやー、なんといっても、最後のボスも、何回やったことやら、計13、4回ぐらいやったのかな。いやー、もういいです。そんな感じです。いやー、本当に、ワリオ、まあ、某マリオゲーム、まあ、マリオ、スーパーマリオとね、似たようなゲームで、ギミックはほぼ一緒みたいな感じでしたけど。いや、意外とワリオしかできないようなことをね、ずっとやってて。面白かったです、本当に。楽しかったし。最後は若干イライラしてましたが。いやー、本当にクリアできて嬉しいです。まあ、今回でね、このワリオランドシェイクも一応無事完結ということで、本当にご視聴ありがとうございました。じゃあまた次、まあ、他のゲームもまだ並行してやってるんで、まあ、そっちの方もまあ若干中心的にやっていって、まだ新シリーズはって感じですね。まだ全然考えてないし、まあ、意外と自分も忙しかったりなんたりとかで、収録の合間が空くといけないので、今回でね、このワリオドシャンクは、噛みました。すいません。ワリオランドシェイクも終わり、また次のゲームにもそろそろ力を入れてやっていきたいと思います。で、毎回楽しみにしてくださってる方は本当にありがとうございます。まあ、これからも更新はどんどんしていきますので、また何か希望がありましたらコメントお願いします。はい、というわけで、任天堂からのワリオランドシェイクでした。今回で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、ね、次のというか他のね、ゲームでまたお会いしましょう。結局は、約束通りお宝は
いただくわね、メルフル。ご苦労様、終わりよ。ということで、じゃあねー。やっぱり盗賊でしたな、どっちも。あらら、シェイキングを倒してもらう作戦を授かりまして。宝は相談料として、みたいな感じですな。あらら、どんまい、終わりよ。はい、というわけで今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。Thank you for playing. では、また。